28日放送の乃木坂46のオールナイトニッポン日本放送毎週水曜25時に女優の有村架純が出演。緊張する番組について明かした有村架純、司会はモーパニック NHK 大河ドラマどうする家康で共演した有村と乃木坂46久保しおり。この日は大河ドラマの思い出話を交えつつ、久保から有村の素顔に迫る質問が次々とされた。緊張する番組について尋ねられると、有村は音楽番組の司会とかをやらせていただいた時とかは、もう本当に心臓が口から出るくらい緊張すると告白。これまでに NHK、紅白歌合戦や日本レコード大賞の司会など代役も務めているが、なんか変な汗が出てくるくらい緊張するほどだそうで、本番の前にリハーサルもしっかりやらせていただくんだけど、それでもやっぱり本番ですって言われると、もうパニックで緊張してずっと深呼吸してると説明した。一方久保からは冷静に見えるから、と有村の表情からは緊張している様子が見えなかったと驚きの声が漏れた。